おはこんばんにちは、ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。ふう、ちょっと休憩するか。お、ちょうどいいところに椅子が。よっこいしょういちっと。随分と古いギャグを使うわね、魔理沙。え？私、今でも座るときとかよっこいしょういちってついつい言っちゃうんだが。霊夢は言わないのか？言わないわね。昔はドラマやバラエティなんかでも頻繁に使われていたけど。というか、よっこいしょういちのギャグの由来って魔理沙は知ってるの？え？このギャグに元ネタがあるのか？あるわよ。横井翔一さんって聞いたことない？ああ、なんだっけ。確か残留日本兵だっけ？そうそう。日本の敗戦を知らずに終戦後も29年間、グアムでサバイバル生活を送っていたとして有名な方ね。横井翔一の元ネタは、その横井翔一さんよ。そうだったのか。よく使ってるくせに知らなかったんだぜ。恥ずかしながら帰って参りましたで有名な方だよな。この流れからして、今回の解説は横井翔一さんについてか？いえ、今回は小野田博夫さんについてよ。すまん、存じ上げない方なんだが。小野田さんも残留日本兵として知られている方で、横井さんが帰還した1年後にフィリピンから日本へ帰還したのよ。ということは横井さんよりも1年長い、29年間もサバイバル生活していたってことか？そういうこと。というわけで今回は小野田博夫さんについて詳しく解説していくわ。では早速解説していくわね。ゆっくりしていってね。小野田博夫、写真右さんは、大正11年の1922年3月19日に和歌山県で生まれたわ。中学校卒業後は民間の貿易会社に就職し、台湾の観光支店、現中国の武漢市勤務となったために中国語を習得したの。中学校卒業からすぐに海外勤務ってすごいな。徴兵って何歳からだっけ？徴兵検査を受けるのは満20歳ね。第二次世界大戦が開戦されたのは1939年で、小野田さんが20歳を迎えて徴兵検査を受けたのは1942年のことよ。当時、小野田さんは上海の商事会社で働いていたわ。徴兵検査のため地元の和歌山へ戻り、その後は幹部候補志願士試験に合格。1944年1月に陸軍予備士官学校へ入学するわ。小野田さんが22歳の時ね。めちゃくちゃ優秀じゃないか。士官学校に入学できるなんて。卒業後は？中国語や英語が堪能だった小野田さんはその才能を買われ、同年9月に陸軍中野学校二俣分校へ入校。この学校はゲリラ戦要員の短期育成を目的とした大日本帝国陸軍の教育機関で、小野田さんはここで徴兵、徴約、傍聴、偽装、潜航、破壊などの特殊任務を叩き込まれたわ。すごいな。教育を叩き込まれた後、小野田さんは対抗命令を受領して見習い士官を経て、予備陸軍少尉に任官するの。対抗命令？退学って意味か？文字だけ見るとそう思うわよね。でも実際は違うわ。小野田さんが通っていた中野学校は軍歴を残さないため、卒業ではなく対抗を使用するの。へえ、そんなこともあるのか。対抗って言うから退学的な意味だと思ったんだぜ。そして同年12月、ついに小野田さんは戦場へ向かうこととなるの。戦場はフィリピンで、当時フィリピンでは日本とアメリカによるフィリピンの戦いが行われていたわ。聞いたことないな。どんな戦いなんだ？1944から1945年、フィリピンを舞台に行われた戦闘よ。1941年の真珠湾攻撃でフィリピンの首都マニラを日本が占領していたんだけど、アメリカを中心とした連合軍がフィリピン奪還を目指して防衛する日本軍との間で戦闘が発生したの。その戦場に小野田さんが派遣されたのね。小野田さんはどういうことを担当したんだ？情報の伝達などを元し、残機調査及び遊撃式の任務を与えられたわ。ただこの時、派遣された先の師団部長にこんなことを言われたそうなの。玉砕は一切まかりならぬ。3年でも、5年でも頑張れ。必ず迎えに行く。それまで兵隊が一人でも残っている間は、ヤシの実をかじってでもその兵隊を使って頑張ってくれ。いいか、重ねて言うが、玉砕は絶対に許さん。わかったなとね。もし間違っていたら指摘してほしいんだが、この時代って相手の捕虜になる恥ずかしめは受けてならないみたいな指令みたいなのがあったよな。先人君のことね。東条英機って知ってる？その人が自殺した軍人として取るべき行動規範を示した文書の中で、生きて予習の恥ずかしめを受けずというものがあるの。それがマリサの言ってることね。これが軍人民間人の玉砕や自決などの原因になったかどうかっていうのが今も議論されている難しい問題なの。小野田さんがフィリピンに派遣される時も、小野田さんの母親が敵の捕虜となる恐れがある時には、この担当で立派な最後を遂げてくださいと、担当を渡されたそうよ。それを言うなら、師団長の言う玉砕は絶対に許さんっていうのは規律違反、になるんじゃないか？ええ、東条英機が自殺した先人君を全否定する訓示を、小野田さんは受けていたわ。この言葉が後に関係してくるのかもしれないな。
フィリピンに派遣された後は、12月31日にフィリピンのルバング島に着任し、飛行場の破壊などの命令を受けたわ。派遣にあたって小野田さんには上層司令部の情報が全て教えられたんだけど、その情報というのが日本が占領されても連合軍と戦い続けるという計画だったんだって。そのため小野田さんは着任後、長期持久体制の準備に努めるんだけど、ルバング島にいた日本軍の一部の隊には引き上げ命令が出されていて日本軍の戦意が低く、さらに小野田さんに指揮権がなかったために軍から相手にされなかったの。前からいた人たちから見たら、舐められるのも仕方ないな。すごく居心地悪そうなんだぜ。小野田さんのその後は、1945年2月28日にアメリカ軍の大隊が上陸してきて、日本軍はアメリカの艦砲射撃の圧倒的な大火力に力及ばず、防衛が撃破されてしまったの。その時、小野田さんを含む残る日本兵たちはルバング島の山間部、ジャングルに逃げ込んだとされているわ。どうなるんだ？小野田さんたちは情報収集のために、とゲリラ戦を展開していたそうよ。でもアメリカ軍の圧倒的な軍事力になすすべなく、後にアメリカ軍によってフィリピン全域が制圧されてしまうの。フィリピンの戦いは日本の負けで終わったのか。その後、日本軍はフィリピンから撤退か？日本陸軍から任務解除の命令が出ていたんだけど、フィリピンにいる小野田さんたちにまではその命令が届かなかったのよね。そのため第二次世界大戦の終戦1945年8月後も、小野田さんたちはルバング島に取り残されたままで、作戦を継続していたの。その作戦っていうのが、日本が占領されても連合軍と戦い続けるってやつか。ええ。彼らはルバング島が再び日本軍の制圧下に戻った時のため密林にこもり、情報収集や諜報活動を続けていたのよ。日本がポツダム宣言を受理して降伏したことを、アメリカ軍が小野田さんたちに伝えたそうなんだけど、彼らはもちろんそれを信じず、ジャングルに身を潜め続けたわ。その時に残留していた日本兵は何人いたんだ？小野田さんを含む55名が投降せず潜伏していたそうよ。それからは米軍の捜索隊に日本の投降兵も加わって投降勧告をした結果、終戦から1年後の1946年3月までに残留していた48名の日本兵が投降したわ。それでもまだ7名残っているが、同年3月22日に米軍との交戦で3名が命を落とし、残るは4名。その中には小野田さんもいるわ。どうなっちゃうんだ。残った4名はグループで行動していたんだけど、そのうち1名が1949年の9月頃にグループから離れ姿を消し、翌年にフィリピン当局に投降したの。彼が地元警察に保護されたことによってこれまでの島での生活を証言し、ここで初めて、小野田さんら残留日本兵3名がまだこの島にいることが判明するわ。そこからの動きは、1952年初旬に日本の元軍人、日本人戦犯、新聞記者らがルバング島に渡って投降勧告を行うんだけど、結果は出なかったわ。本人たちはまだ戦争が続いていると思っているわけだしな。小野田さんたちはどう生活していたんだろうか？毎日気が抜けなかったでしょうね。1954年には、後の外交問題となる事件が発生してしまうの。何か大きな事件か？ええ。ルバング島で訓練していたフィリピン軍と小野田さんら残留日本兵3名が鉢合わせし、銃撃戦に発展したのよ。ええ？銃撃戦？弾丸は残っていたのか？島内に遺棄された機関銃の弾薬などを移し替えて使用していたそうよ。しかしこの銃撃戦で、小野田さんのグループから1名、射殺されてしまうわ。残るは小野田さんともう一人か。この事件の結末は？すぐにマニラの日本大使館に通報されて、死亡者が残留日本兵であることが確認されたわ。その後日本政府は小野田さんともう一人の残留日本兵を捜索するため、厚生省事務次官らを説得隊としルバング島に派遣したの。しかし1954年5月下旬から約3週間捜索を続けたそうだけど、二人は見つからなかったんだって。すごい潜伏能力だけど心配なんだぜ。問題はこれだけじゃないわ。この事件の後も、残留日本兵によるものだとされる殺傷事件が30件以上発生したの。小野田さんらはおそらく、殺傷した相手をアメリカ軍兵士だと思っていたと思うわ。でも実際は何の罪もない、武器も持たない現地のフィリピン人だったそうよ。これが後の外交問題につながるってわけか。フィリピンも黙っていられないだろ、この状況。ええ、島民たちの訴えを受けて、フィリピン国家警察軍も武力による小野田さんらの討伐を決定、発表したわ。この発表に日本政府も憂慮し、フィリピン政府に作戦の中止を要請。そして1955年2月に大使館員を現地に派遣し捜索させ、5月、10月には人数を増やして捜索活動がなされたの。しかし200日余り捜索しても二人は見つからなかったわ。そんなに潜伏し続けられるものなのか。すごいんだぜ。
潜伏していたジャングルの各所に注意するようビラが巻かれたようなんだけど、そのビラに誤りがあったようで、それに疑念を抱いた二人はより一層用心していたのかもしれないわね。私には絶対に無理なんだぜ。結局見つからなかったみたいだけど、日本政府はこれをどう解釈したんだ？死亡したと断定し、200日余りにわたる捜索を終了させたの。そしてそれぞれの家族に死亡広報を伝達し、両家は葬儀も営まれたわ。まだ生きているのにな。フィリピン政府はこの結論に納得しているのか？していないわ。だから日本政府のこの発表後も独自に捜査を続けていたんだけど、結局発見できず。1960年に捜査の打ち切りを宣言、二人の死亡を認定したわ。完全に死亡者として扱われているんだな。公式にフィリピンに残留日本兵はいないとされてしまったのか。ええ。でもルバング島ではその後も地元住民が襲撃される事件が多発していたわ。そもそも、そこまで多くの武器を持たない住民を襲う必要があるのか疑問なんだよな。戦争が続いていると考えている彼らは、島民が生活範囲を広げる開墾することは自分たちの領土を侵害しているという捉え方をしていたのよ。なるほどな。これについては小野田さんが帰国後証言していて、あくまでも自己防衛のためだったそうよ。仕方ないといえばそうなんだけど、犠牲になった島民たちのことを考えるとやすやすと言えたもんじゃないな。島民にとって小野田さんたちは恐怖の対象だったでしょうね。それから時は過ぎ、1972年10月19日の朝のこと。二人は物資補給のために丘で稲刈りをしていたわ。稲刈りをするとき二人は島民に向けて威嚇射撃をし、島民を驚かせた上に、自分たちの存在を誇示するために、島民が取り込み作業をしていたもみに藁をかぶせて放火するの。これは二人が以前からよくやっていたのろし作戦で、島民はすぐに警察に通報したわ。それから到着した警察と二人の間で銃撃戦になり、その時、小野田さんと一緒に行動していた残留日本兵の方が胸を撃たれてしまい、亡くなったわ。それからすぐマニラの日本大使館に通報され、撃たれた方の身元が判明され、ご家族にもすぐ伝えられたの。そしてこの事件で小野田さんが生存していることが明らかになり、日本とフィリピンで特別任務班タスクフォース小野田を結成。身柄の安全確保を期して小野田さんの捜索に乗り出したわ。かなりの大事になってきたな。無事に見つかるといいが。それから何度か日本の政府派遣団が小野田さんを捜索するんだけど、小野田さんは捜索に対しこれは罠だとか、上官の命令がない限り絶対に投降しないという強い意志。仲間の死、何よりまだ戦争は終わっていないという強い思いが、小野田さんをずっと縛っていたのよね。本人も一人で心細かっただろうな。それでもずっと投降しなかったのは、あの師団長の言葉がずっと頭に残っていたからだろうか。小野田さんはきっと、長年の戦闘と孤独で心に迷いが生じていたのでしょうね。1973年2月20日に一連の捜査活動に触発された、青年冒険家、鈴木のりおさんが島に訪れ、小野田さんと接触するの。ついに小野田さんと日本人が接触したのか。鈴木さんは日の丸を掲げテントを張っていたそうよ。それを小野田さんは遠くからずっと観察していたんだけど、その時の心境を本人が次のように証言しているわ。日本人が一人で野宿していても現地人が黙って見ているものなら、戦争が終わったのは九分九厘確実だと思い、そしてまた、後の一輪は、これは自分が賭けて出ねばならない、もしこの賭けに失敗した時は、自分の不明の致すところと諦めるほかないとね。この青年冒険家の存在でついに小野田さんが終戦したことを確信したんだな。鈴木さんは小野田さんに吸収され、銃を突きつけられたそうよ。しかし鈴木さんは僕は単なる日本人旅行者です。あなたは小野田少尉殿でありますか？長い間ご苦労様でした。戦争は終わっています。僕と一緒に日本へ帰っていただけませんか？と、物怖じせず冷静に小野田さんに伝えたそうよ。小野田さんは落ち着きを取り戻し、鈴木さんと話して夜明かしたそうなんだけど、そこで即帰還するっていう話ではなく、上官の命令解除があれば任務を離れることを了承したの。自分の意思では絶対に投降しないって意思を感じるな。戦争はもう終わっているって確信しているはずなのに。自分の信念を曲げない、真面目な人なんだろうな。その後は同年3月4日に鈴木さんと共に、小野田さんの元上官がルバング島に渡り、5日後に小野田さんは二人の前に姿を現したわ。5日間で小野田さんは、何を思っていたんだろうな。そしてついに、元上官による任務解除命令を受けて投降したわ。その命令が、この画像の内容よ。その翌日に小野田さんは軍刀を持ってフィリピン軍基地に移動し、フィリピン軍の司令官に対し投降式を行ったわ。その内容は司令官が小野田さんから軍刀を受け取り、小野田さんに再度返却するというもの。フィリピン軍基地に移動する間は小野田さんを憎む島民たちに襲撃されないよう、フィリピン空軍将校2名が同行したんだって。小野田さんたちに恨みを持っている人や遺族は多そうだしな。ええ、
投降式の翌日に当時のフィリピン大統領と面会したんだけど、大統領は小野田さんがルバング島で犯した殺人、略奪、放火などの犯罪行為について、恩赦を与えたの。恩赦されたのか。まあそれは良かったけど、苦しめられた島民たちにとっては不服だろうな。この時に、最初の方で話した外交問題が出てくるのよ。実はこの恩赦が与えられた裏では、日本とフィリピンの間で極秘の外交文書が交わされているの。極秘の外交文書？ええ。2017年3月4日に NHK の E テレで放送された、小野田元少尉の帰還極秘文書が語る日々外交から、内容を抜粋して紹介するわ。先ほども解説したんだけど、潜伏中の小野田さんは自分の占領地と考えていた領域に島民が侵入した場合、それが個人であろうと連帯責任だと捉え、部落に対して襲撃を仕掛けていたの。その結果島民30人を殺害、100人以上に傷を負わせたとされているわ。戦争が続いているって思っているからそうなったんだろうけど、島民からしたら怖くて仕方なかっただろうな。そういった事実があるから、帰還した後はフィリピンと日本の同政府が2年にわたって極秘交渉を繰り広げていたんだけど、その内容が当初初公開の外交文書で明らかになったの。その内容というのが日本の外務省が3億円の見舞い金を提示したということ。3億？そうよ。でも当時のフィリピン大統領であるマルコス大統領は、見舞い金で終わらせてはならないと発言したの。そうだな。日本は小野田さんの帰還を喜び歓迎ムードだったけど、ルバング島では29年間、島民の安全を脅かす存在だったことに間違いはないし、それに殺害された30人の遺族だって、金で解決させていい問題ではないって思うだろうな。そうね。そういったマルコス大統領の意向もあって、最終的には3億の見舞い金と、新たに基金を設立することでこの話は決着へ向かうわ。基金を設立すれば、見舞い金が支払われた後もこの問題があったことを周知させることができるしな。歓迎ムードの裏にはそんなことが起こっていたのか。それで、帰還した後の小野田さんはどういう生活をしたんだ？日本へ帰国した後は、横井翔一さんと同様、メディアの報道合戦が過熱し始め、様々なメディアが小野田さんのことを特集し、報道したわ。帰国の際には天皇陛下万歳と叫んだり、ルバング島での島民30人殺傷事件、本当に敗戦を知らなかったのかと疑問が高まっていくにつれて、マスコミからは軍人精神の権化、軍国主義の亡霊といった批判も受けたそうよ。生粋の軍人って感じはあるけど、そうやって批判されるのはどうなんだろうな。そして日本政府は小野田さんに見舞い金として100万円を贈呈したの。小野田さんが拒否したにもかかわらず、ね。だから小野田さんはその見舞い金と国民から寄せられた義援金のすべてを、靖国神社に寄付しているわ。戦争で亡くなった軍人が多く祀られている神社だな。それでよく小野田さんと比べられる横井翔一さんなんだけど、横井さんは帰国後、驚異の速さで戦後の日本に適応したそうなの。それと反対に小野田さんは、戦前と大きく価値観が変わってしまった日本社会に馴染むことができなかったんだって。そのため帰国から半年後に、ブラジルで牧場を経営する時計を頼ってブラジルに移住し、時計と同じく牧場を経営することを決意するの。軍人から牧場経営。すごいな。ええ。ただ2010年には日本へ戻ったようで、東京都中央区在住だったそうよ。それからは保守派の活動家として講演を続け、2014年1月16日に、肺炎により91歳で亡くなったわ。あんな過酷な生活をしていたのに、91歳までご存命だったなんてすごいな。そんな小野田さんの帰国から47年となる2021年、フランス人監督がメガホンを取った作品、小野田、1万夜を超えてが話題になっているわ。これはフランス、ドイツ、ベルギー、イタリア、日本による国際共同制作作品で、第74回カンヌ国際映画祭アル視点部門のオープニング作品として公開されたの。カンヌ？すごいじゃないか。内容は小野田さんがルバング島に潜伏していた時の話か？その通り。史実をもとに、ジャングルでの壮絶な日々を描いた作品よ。日本では2021年10月8日から公開されているわ。今公開されている劇場はないかもしれないな。でも円盤化されるだろうし、待ち遠しいんだぜ。ところどころ省略してしまった部分はあるけど、小野田さんの解説は以上よ。気になる方は小野田さんの式はガルバン島の30年戦争1974年をチェックすることをお勧めするわ。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。あとこのチャンネルで解説してもらいたい事故や災害があったら、気軽にコメント欄で教えてくれると助かるぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。